この方が見えるんだ、全体がね。よいしょ。来週かな、マイナス18度の、海で人生初めて、魚釣りのロケがあるので、今日は服装を初めてマイナス18度で意識して、着てみました。もうすでに暑いです。ここは神奈川県座間なので、今日10度ぐらいあるんじゃないかな。相当暑いです。ラントレした後ぐらい汗が出てるはずですけど、一応全部着込んでみました。では本当はこのマスクも、キャプリーノにする予定ですが、それはちょっと今釣りのバッグの方に入れてるので今はないです。では一つずつ脱いでみます。一番最初はグローブで、本当はこの下に薄いグローブをもう一つ入れた方がいいって言われてます。とりあえず今日はパタゴニアのこのグローブですね、これを、つけてみました。はい、次上はダスパーカーです。私で、今着てるダスパーカーは L です。でこのダスパーカーも防水加工に全部し直しました。雪がね、積もるような予測をしているので、予測をして最悪の状態で、釣りをしなければいけないとなると気になるので、防水加工をしてダスパーカーです。はい、で次上にかぶってるのは帽子、リバーインスリップの中が長敷きがついたものを着てます。すでに暑いです。うわ、相当これでも暑いです。はい、リバーインスリップで、下もキャプリーン、キャプリーンを着用してます。上下でキャプリーンつけてます。はい、次、下はパウダーボール、パウダーボールジャケットじゃないわ、ズボン、パンツですねを、履いてます。その下はよいしょ、同じ素材の、パンツを着用してます。お腹が出てるんで恥ずかしいですが、はい、次足元で、この下もキャプリン、同じ素材の、キャプリンを、着用という形になります。これ以上は汚いから着れません、ね。はい、で今度足元は防寒用ソレルの、ブーツ、マイナス40度まで対応というブーツで、対応しようと思ってます。で船の上で雪がかなり積もってる状態で、ロケをしなきゃいけないので、その辺ってすごく、重要視してる。足元がしっかりしてないと実際魚釣りっていうのは対応できないと思ってますから、足元には特に保温ということを意識して、用意してます。はい、この下、はい、これを脱ぐと、脱げちゃった、ね、ネオプレーン素材の、靴下が下に入っているんですが、その上に止まる前にこういった形のね、名称が忘れちゃいましたけども、はい、靴下そこそこ履いて、でその一番下にネオプレーンの
ックス。ウェディング用の時のソックスを着用することで、ね、保温というのがすごくしっかりしますので、こちらの方を着用しているというスタイルになります。一応ね、あの一連として、あとはもう本当にどういう釣りになるかは全く分かんないので、あとはもう現地の人にいろいろ教えていただくと。で、カイロとか持っていくことができないみたいですね、飛行機の方で。ですからその辺はもうね、現場で調達するしかないなと思っております。今週は、なし、来週だな、来週の、2月の一番真ん中、もう寒い時に北海道サクラマスジギングトライしてきます。こんな感じで、用意しました。以上になります。